オラはい、どうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね2月17日の週刊 FP を紹介していきたいと思います。で、今週の週刊 FP からですねしばらく、3回ではなく5回引けるということになりましたので、これは結構激アツなんじゃないかなと思いますね。メンツ次第によってはかなりねこの5回というのがいけるんじゃないかなと思いますし、今週の週刊 FP 結構熱いんじゃないかなと思いますので紹介していきたいと思います。今回はこちらの11選手が登場するということになりましたが、いやこれはかなり激アツですね。まずダブルタッチ確定で出せるムバッペがいるというところであったり、まあ、スターリング、まあ、フェキール、クリバリ、特にクリバリですね。あとはハラーが登場ということになりましたので、今回はこちらの選手たちを紹介していきたいと思います。ということでまずムバッペの方から見ていきましょう。どうぞ。まずはパリ・サンジェルマン、チャンピオンズリーグでも素晴らしいゴールを決めましたエンバペということで、エンバペに関しては基本的に1から2上がった中で、オフェンセンスプラス5、カーブがプラス6、ボールキーププラス5ということになりました。まあ、決定力はねプラス1ということになりますけど、オフェンセンスはカンストしているというところであったり、あとはアップデート後2回目の FP となりますので、今回のムバッペもダブルタッチ確定で出せる軸足当てがなくなったムバッペになりますので、大きな部分かなと思いますね。ということで、エンバペに関してはかなりの登場数ありますので、こちらと比較していきたいと思いますけど、まずはスキル面で見たときに軸足当てがなくなって PK キッカーが追加というところは個人的にかなりありがたい部分なのかなと思います。で、能力値単純な比較で言うとご覧の通りということになりました。まあ基本的には12月16日のものと比較するのかなと思いますので、こちらと比較するとオフェンセンスは今回プラス3、ただ決定力に関しては前回がプラス3という結果ですね。で、今回はボールキーププラス3ということなんですが、キック力は4つ前回の方が高いということになりますので、個人的には12月16日に登場しているエンバペの方が強いんじゃないかなという印象ですね。スタミナに関しても2つ前回の方が高いという結果ですので、この12月のエンバペを持っている方は前回のを使っていただければと思います。続きまして、リバプールかはアリソンということで、アリソンに関しては基本的に1から2上がった中で、ジャンプがプラス5ということになりました。クリアリング以外は全て完走ということですね。ここはかなり評価できる点なのかなと思いますけど、アリソンに関してもまあまあ登場回数ありますので、こちらとしっかり比較していきたいと思います。まあ今回に関してはアップデート5ということもありまして、能力値かなり高く設定されていますね。ですので、個人的には今回のアリソンの方が一番いいんじゃないかなと思います。続きまして、マンチェスターシティ、スターリングということで、チャンピオンズリーグも素晴らしい活躍しておりましたけど、スターリングに関しては得点能力ですね、オフェンセンスプラス7、決定力プラス7ということになりました。キック力も80代後半まで乗せたということになっています。まあ、スターリングに関してはこのウィニングルームの環境下ではねかなり使い勝手が難しい選手になってしまっているのかなと思いますけど、前回との比較見ていきましょう。能力値の比較がこちらの画像となりますけど、まあ、灰色で書いているところがマイナスというところなんですが、今回はオフェンセンスであったり決定力一番高いので、個人的には今回のスターリングが一番強いんじゃないかなとは思いますね。続きまして、ベティスの方からはフェキールですね。フェキールに関しては基本的に2から4上がった中で、オフェンセンスプラス7、決定力プラス7、キック力プラス7ということになりました。まあ、ありがたいところはしっかり強化ということになりましたね。ドリブル能力、得点能力、パス系でスピード瞬発もしっかりありますし、キック力であったりフィジカルコンタクト、ボディコン、ここら辺がかなり強化という結果になっています。スキル面で見たときにミドル無回転ドロップ持っていますので、このキック力96というのをかなり活かせてくる選手になっているのかなと思いますけど、唯一の点で言うとスタミナが83しかありませんので、まあ、中盤で使うとなるとですね、まあ、後半は他の選手に変えていただくか、後半から出場させる選手になっているのかなと思いますけど、前回のラリーガの投票のフェキールと比較していきましょう。カーブとスタミナが下がっている以外はほとんどプラスという結果になりましたので、ぜひ今回のフェキールを使っていただければと思います。続きまして、ナポリー、クリバリですね。クリバリに関しては基本的に1から2上がった中で、ディフェンス系の能力が全てプラス4という結果になりました。まあ、コンワンが5しかありませんので、今作はそんなに使っている方は多くないんじゃないかなと思いますけど、今週はライブアップで A ですんで、ぜひ使っていただければと思います。このユニフォームのクリバリゲットしてみたいですね。ということで、前回のクリバリとの比較見ていきましょう。能力値の比較で見ると、ディフェンスエース、アグレッシブエースがマイナスということになりますが、ボール出しは一番高いという結果ですね。で、個人的に評価できる点で言うと、パス系であったり、ここら辺の能力値かなと思います。ただ、スピード瞬発であったり、ここら辺は投票2回目が高いという結果です。まあ、どうですかね。正直、どれでも同じような気はしますけど、今週ライブアップで A ですんで、まあ、クラブセレクションよりかは投票の2つか、まあ、今回かというところですかね。
ということで続きましてアヤックスハラーですね。まあこの選手今シーズンというかまあ昨シーズンからそうだったんですけどかなり活躍してますね。ハラーに関しては基本的に3から4上がりました。で得点能力プラス7ずつヘディングもプラス7という結果ですね。まあ今週ライブアップで A ですんでまあ好調以上が基本となることを考えると得点能力は出した時には完走してくるんじゃないかなと思いますが、スピード瞬発であったりあとは得点能力でキック力ジャンプフィジカルコンタクトもしっかり高く設定されているかなと思います。ただまあポストプレイヤーということになりますので使用感というところがかなり気になりますね。ということで前回の2月18日これはですね、1年前のハラーとなりますけど、この珍しいですよね。2月18日が左で17日が右で比較していくっていうね、2021年のものと今年のものとなりますのでそこだけご注意いただければと思います。まあですね得点能力しっかり強化ということになっていますんでまあこれは今回のハラーに乗り換えていただければと思いますね。ということで続きましてアトリコデマドリーエルモソを紹介していきましょう。エルモソに関しては基本的に3から4上がった中で決定力プラス7、ディフェンスエースボール出しがプラス6ずつということになりました。でまあこの選手に関してはセンターバックだけではなくラテラルいけますので左で使うのが個人的な安定なのかなと思いますけど、スキル面で見た時にセンターバックでは珍しいスーパーサブが追加ということになっています。であとはアクロバティックシュートだったりインターセプト追加というところもありがたいですね。ですのでラテラルで使うのであればスキル追加できますんでスルーパスなりワンパなりそこら辺のスキル追加して使っていただければというところですかね。で前回のクラブセレクションとの比較になりますけど、これはですねプレースキックスピード以外はほとんどプラスということになっていますんで、まあアトリティコデマドリーのクラブセレクションよりかは今回の週刊 P に乗り換えていただければと思います。続きまして今シーズンからローマからインテルジェコ紹介していきましょう。まあ、北川さんがですねこの週刊 FP 一概なく取りたいだろうなというところなんですけど、基本的に3から4上がってみました。ボールコントロールプラス6、グラウンダーパスプラス6、決定力プラス6ずつという結果ですね。まあどうですかねこのジェコに関してはこの使用感というところがかなり気になるんですけど、まあこのジェコであったり先週のジルーのような選手を使いこなせる方は本当に羨ましいなというところなんですが、まあ今作からコンワンならというところありがたい部分ですね。スキル1周1パーもともと持っているんですが追加スキルが自分でできるというのがかなり評価できる点なのかなと思います。でジェコのローマのクラブセレクションとの比較に関しては後ほどコミュニティに上げさせていただければと思いますので、ぜひそちらの模様もご覧いただければと。続きましてラーツィオザッカニーですね。ザッカニーに関しては基本的に5から6ですかね上がった中で決定力プラス8、ボディコンプラス8、スピードがプラス8ということになっています。まあ、ドリブル能力であったりスピード瞬発ボディコンスタミナこれかなり高いですね。でまあ決定力とオフェンスエースもう少し欲しかったなというところなんですが、プレイスタイル2列目でスキルダブルタッチであったり、まあ、スルーパスチェイジングを持っています。まあ、追加スキルできますのでワンシューであったりワンタッチパス欲しいところですかね。ということで続きましてビッシュチャですね。ビッシュチャに関しては基本的に3から4上がっています。オフェンスエースプラス6、ボールコントロールプラス6、決定力プラス7ということになりました。まあ、スピード瞬発かなり速いですね。でキック力であったりボディコン、ここら辺の能力値もかなり高く設定されているかなと思います。スキルはダブルタッチであったり、今回ワンシュースルーパス、ピンポイントクロスも持っているインサイドレシーバーの選手ということです。そしてラストオリンピックリオンからデュボアですね。デュボアに関しては基本的に3から4上がった中でディフェンス系の能力すべてプラス7ずつという結果になりました。スキルはチェイシングとインターセプトが追加となっていますけど、まあ、サイドバックの選手としてガチスカ起用というところが少し難しいのかなと。はい、ということで本日はですね2月17日登場の週刊 FP 紹介していきましたけどもいかがでしたでしょうか。まあ中でもやはりムバッペであったり、まあここら辺の選手は間違いなく当たりの選手になっているのかなと思いますので、ぜひ獲得していただければと思います。であとは今週からですねしばらく5回引きができるということになっていますので、ここがですね、まあ、今週の、まあ、今週以降の週刊 FP、かなり激アツになってほしいなというところですね。はい、ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では